どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、ジュース回線コラボガチャ引いていきます。確率はこんな感じ。星8が 2% ですね。2体で合計 4% ですね。まあ大体25分の1なんで、まあ結構出やすいなって感じ。交換もできるんだね、最悪。で、上後、釘崎のバラ、東堂青江、七海健と、伏黒恵美真人に関しては 3.2% ですね。そして、全員巻きが 3% って感じになってます。はい。確率は星7が 22.2% かな。そして、星8が 4% で、残りが星6って感じになってます。今日はこちらのね、呪術廻戦コラボガチャ実際に引いていこうと思います。その前に確定引いていきます。多すぎでしょ、確定これ。ガンホーコラボも含めると。はい。じゃあ引いていきましょう。思った色もね、確率いい感じでびっくりしました。まずこれが120円ガチャですね。120円どうせね。そうですね、星6ですね。あと開催記念も先に引いちゃいます。はい。まあ、これも多分星6でしょう。まあまあ続きましてね。まあ、これは星6確定みたいなもんなんで、もう別にどうでもいいです。はい。さあ行きます。星7確定ガチャ引いていこうと思います。ここで、何かしらキャラ出しておけると、コンプがめっちゃ楽になるんですよね。で、まあ今日はもちろんコンプまで引きますが、釘崎のバラか、いいですね。このキャラも結構使ってみたいんで、多分明日ぐらいには使おうと思います。はい。じゃあ今日はですね、呪術廻戦コラボガチャ、コンプリートまで引いていこうと思います。行きましょう。まあ正直、確率自体は結構優しい方だと思う。呪術廻戦コラボは。あのね、星7が 22% もあると思わんかった。5回に1回ぐらいは出るんで、結構優しそう。てか、まあ4回に1回ぐらい出るって言ってもいいんじゃないかな。結構出やすそうでびっくりしました。で、まあ、しかも、星8の確率も入れると 26.2% なんで、26.2%、21.6% か。いや、やっぱり 22.2% ですね。星7が 22.2% で、星8が 4% なんで、合計 26.2% なんですよ、当たり枠が。ってことは、4回に1回、いきなりかぶり ?4 回に1回は当たり出るんで、まあまあ、気楽に引いてこう。で、ちなみにね、ちょっとだけ今日ね、俺のね、事情を話すとね、実は今日、一昨日昨日とちょっと体調悪かったっていうのを動画で話してたんだけど、今日いきなりね、熱がぶち上がりまして、寝て起きたら、お、ナイスの伸びケント、いいですね。星7をバンバン引いていきたい。38度ぐらいまで上がってて。で、今は全然ね、熱さましょんでるんで落ち着いてるんですけどね。もう、まあ別にだからといって動画を休むわけでもないんで、もしちょっとでもね、心配くれる人はね、今日多分死ぬほど動画あげるんで、ぜひね、高評価を押してくれるとね、もうほんと励みになるんでよろしくお願いします。あと、できればチャンネル登録もね、よかったらお願いします。はい。まあそんな感じでね、引いていきましょう。待って、もしかしてこのコラボ星6しか出ない？今んとこカットした場所から全部星6なんだけど、マジで？ちょっとあまりにも星6しか出ないからね、ちょっとコラボの評判下げるなと思ってね、大人の事情でカットしました。七海健といいね。いや、マジで、星7、星8以外興味ないんで、もはや星6本当は全カットしたいんだけどね。だから結局、パズル&ドラゴンズには10連ガチャは一生実装されないみたいなんで、ちょっと今回はね、ガチャはね、多分動画めっちゃグダグダになると思います。本当このね、10連ガチャがない仕様ね、僕一生死ぬまで文句言おうかなと思ってます、本当に。さっさと10連ガチャ作るよって毎回思ってるんですけどね。まあ、今回僕、呪術廻戦コラボ結構一面作りたいなと思ってて、前回鬼滅の時、うま、人来たー！ナイスー！このキャラはね、ガチャで引くしかないんで、いや、ありがたいね。真人とジョーゴはね、やっぱ強いからね、確実に引いておきたいですね、ガチャで。ナイスー！今回も一面作りたいと思ってるんですけど、このゲームで一面作る難しさって、お金よりもマジで時間なんですよね。魔法石を、まあ、大体ね、何回だろう、50回ぐらい引くのに10分ぐらいかかっちゃうんですよ、このゲーム。だから、1時間で引けるのが300回ぐらいなんですよね。まあ、2100個分、12万円分ぐらい。で、1面数ってなると、まあ、3、40万かかるんですけど、まあ、ってことは最低でも3、4時間ガチャ引く必要があるんですよ。ひたすらこの画面を3、4時間見続けるのって、多分、五条悟る来た、最強だから大丈夫よ、マジで。うん、でも3、4時間引き続けるメンタルってね、意外とやばいよ。で、しかもさ、例えばね、YouTuber やってますとか言って、なんかね、課金しまくってるようなバカだったらね、別にいいと思うんですけど、まあ普通に仕事してる人からするとお金結構貴重じゃないですか。それを課金に使うってなるとね、メンタル的にもいかれるわけですよ。だからこのゲームの一面作る上では、時間という要素がね、かなりね、まあ、厳しい点となってくるわけですよ。まあつまり何が言いたいかっていうと、10連ガチャを作ってくれると動画的にも俺的にもありがたいからね、欲しいですね。来たー、全員巻きナイス！確定だからね、一応。まあ、今回確定買ってないんで、何度か出てくれただけありがたい。まあ、そう、全員負けは結構ね、微妙だからね、無理に買う必要ないのかなとは思っとる。やばっ、ちょ、待て。ねずこの思い出が蘇ってきたんだけど、まさかあるか ?3 連続。これ出たらやばい、伝説だよ。あ、びっくりした、パンダか。
昔ねずこを3連続4連続引くみたいな動画があってめっちゃ昔バズったんですけど、あれ以来亀引き全くしてないもんな。まあなんかね、またやりたいですね。え、1体目なんだ、やば。意外と星6も出てなかったりするんだね。で、ちなみに出てないキャラがお、ナイス、伏黒めぐみも超強いから欲しかったんだよな、ナイス。出てないキャラが虎杖と東堂とあと城吾ですね。え、意外と少なくない？もうそっか、キャラ数が星8、2体、星7、7体だから、もうパッパって出ちゃうんだ。なるほどね。あと、虎杖と、東堂と、虎杖？え？え、2% だよ。え？今日なんか引き良くない？体調悪いから気使ってくれてる？もしかして。星8はコンプですね、これで。やば。あと、星7が、虎杖と、間違えた。星7が、東堂と、城吾で終わりです。え？あと2体で終わりです。やばすぎん、今日やばいね、これ。なんか引き良すぎて怖いわ。やば、まだあと103回残ってるけど一応魔法石1000個用意してきたんで相当余裕あるんですけどね。このままだとパッパッと割れちゃう。いやでもね、ほんとパズドラって怖いゲームでね、こっから出ないんですよ本当に。ここぐらいまで、残り2体ぐらいまではスッていくんですよ毎回ね。そうで、こっからもう被りまくるんですよ。ただ伏黒2体目とかただ嬉しいんだけど、マジで。あの、今回のコラボ星7強すぎて、でもはや星8は最悪交換できるから星7が出てくれるのマジ嬉しいんだよな。あともう東堂と城吾だけど、まあ、城吾が0対7がちょっと気になるね。個人的に城吾は3体入れて使いたいところではあるから、何かしらネタ動画で。また釘先出てるもんな。釘先もう3体目だもんね。あと1体でループですね。結構でもね、実際ね、今回の方針のキャラだってスキルターンが短いからね、ループさせたいキャラとかも多くて、ありがたいですね、ここまで引きがいいのは。いやでも単純に呪術廻戦コラボが引きがいいというよりかは優しいのかもしれん。あの、本当に、キャラ1体1体の確率がかなり高くて、まあ4体、ごめんなさい、9体合計で 26.5% なんで当たりキャラがね。まあ、そう考えると結構まあ妥当なのかもね、4回に1回当たれてるって考えれば。まあ、実際今すでにもう50回ぐらい引いてるんで。いやでも西とも引きいい方だよな。え？確定3体目だけど、よかった、確定ガチャ買わなくて。全員巻き確定買ってたらめっちゃもったいなかった、こんだけ出るなら。てかもはやさ、もうこのさ、なんか今までってさ、パズドラって卵の色で当たりか外れか分かるみたいなのあったけど、もう関係ないよね。虹しか出ないから。なんか虹出たのにパンダとか出てくるとなんかめっちゃショックだわ。あの、キャラ一体一体にね、あの、すごい絵とかも大、あの、美しいしね。お、お前どんだけでんねん、マジで。いい加減にせよ。ね、キャラ一体一体がこうね、かっこよかったりするから全然呪術廻戦はいいんだけど、やっぱりね、星7が欲しいですからね。呪術廻戦見てない俺からすると、やっぱりね、ちょっと、まあ、キャラよりかは性能なんでね、できれば星7引いていきたい。まあ、ちなみに、おー、ナイス、マヒト2体目。ありがたいね。ちなみに、呪術廻戦コラボに関してなんだけどね、呪術廻戦に関してなんだけど、ちょっとだけ僕この前、まとめ記事みたいなのを見まして、まあ厳密にはキャラ名調べてる時に、呪術廻戦の内容について話してるやつがあったんだけど、なんかね、調べてて分かったんだけどね、なんか五条はね、やばいらしいよ、マジで。なんか、その、呪術廻戦の世界に4人しかいないらしくて、特級の人っていうのが。特級っていう視点でやばいんだけど、その4人しかいない。ナイス、ジョーゴ。はい、来た。残り1体。おい、対マンしようぜ、東堂。絶対負けるわ。勝てるわけねえわ、東堂と対マンなんて。まあ、でも東堂、後出てくれることになる。特級呪術師が、なんか4人ぐらいしかいないのか。めちゃめちゃ貴重らしくて。え、これネタバレじゃないよね。大丈夫だよね、さすがに。ちょ、あんま余計なことやめよう。でも、多分ネタバレじゃないんで、あれなんですけど。だって、うん、そうだよね。大丈夫だよね。なんか怖いよ。なそのサイトが悪いかもしれない。だとしたら。すみません、本当。で、まあ、多分ネタバレじゃないと思うんで、あれなんですけど、なその、とんでもなく少ない中の一人らしくて、つまり何が言えるかっていうと、すごいんですよね、この人。なんか特級の呪霊を、なんかあれだよね、潰せるんだよね。そんなすごい人なんだけど、なんかパッと見た感じ、ちょっとね、怪しいよね。なんかね、まあ、パズルにおいても結構強いんですけど、うん、なんか強いんだよ。もちろん強いんだけど、うん、なんかね、
なんか虎杖とか、まあ人の影に隠れてるかなみたいなところはちょっとだけあって、うん、まあ、ぶっ壊れ最強チート級に本当のぶっ壊れチート最強キャラなんだけど、うん、なんか、うん、あれだねみたいなのはちょっとありましたね。それを見てると五条がすごい人ってことが分かったからこそ、なんでってなんでってなった。うん、でね、まあそんな話は置いといてね、問題は東堂が出ないんですよ。問題は東堂が出ないんですよ。てかお前とかもう11体いるしな、いらねえよ。いい加減いらねえわ。なんだ11体目って、1体出たらもういいだろ。あーいいな、伏黒ありがてえ。マジで伏黒とか、まあ人とかここら辺出てくれんのマジでありがてえわ。 2,3 体もっと置きたいですからね。お前はもういいって、マジでもういい、ほんまにいい、マジでいい、もういい、いい加減にして。ちょっと東堂頼む、東堂もうほんまにいい、ほんまにいい。あ、9体目はまだ許せる。10超えてきたらもうマジでいらん。10までは OK、 超えてくるともうダメ。きたー、ということで、コンプですね。これでかかった回数は78回かな。ちょっとまとめましょうかと。さあ結果は79回引きました。79回引いて星7以上が21体でした。本当に確率通りって感じで 26.5% ぐらいなんで、マジで確率ちょい上ぐらいですね。ほぼ確率通りです。期待値 26.2% なんで。はい。で、結果は、虎杖1体、五条1体。まあ、ここら辺は妥当かな。で、ジョーゴですね。ジョーゴが2体、そして全員巻き、なんと確定枠が3体、そして釘崎のバラ3体、トドが1体ですね。ラストです。七海健人はなんと5体、そして伏黒が3体。まあ、人が2体って感じで、その他キャラはこんな感じですね。まあ、別にいいか、これで見せるか。やっぱね、26.2% っていう数値の高さが分かるよな。本当に引き良かったのもあるし、でも単純に期待値通りなんで、まあまあいい感じのガチャなんじゃないかなとは思ってます。はい。もしね、呪術廻戦星のキャラ欲しいと思ってる人はね、ぜひガチャ頑張ってみてください。まあという感じで今日は呪術廻戦コラボコンプまで引く動画でした。この後使ってみた動画いっぱい出すんでね、ぜひよかったら高評価で応援お願いします。ということで、チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。